Hello everyone, welcome back Nihon Buyo Channel. I'm Chinami Hananomoto. I am a Nihon Buyo dancer. It is one of the traditional Japanese dance. So in this video, I want to do my first Amazon haul. Yeah. So I mean, I go to the Amazon global website and get a kimono there, and later I'm going to try it on. Yes. So in this time, I'm going to get a yukata. Yukata is a kind of kimono which is worn as a summer casual wear because it is relatively cheaper. So maybe I can get it for under $30. And also you can wear it easily. So if you are just interested in kimono, I recommend you start with yukata. Yes. So. This is it. So this is yukata. So let me show you. Okay, this is yukata. Yes. It looks like exactly kimono, isn't it? Yes. Actually, this is kimono and this is yukata. Yes. What's the difference between these two is I think the one of them is this fabric is very thin, so it is not suitable for cold winter clothes, but very good for casual summer wear. Yes, so let's go to the Amazon global website. はい、今回私はこの浴衣のセットを選びました。浴衣ですね、ちょっとこれ、こう見たらいいかな。浴衣地がここにありまして、あと帯、これがセットになって値段が2980円、約30ドルぐらいですね。はい。で、多分インターナショナルシッピングだとこれの 1.5 倍ぐらいかかってしまうかと思いますが、皆さんの国や地域によるので調べてみてください。浴衣のカラーが選べるようです。ここピンク、あ、これも可愛いですね。オレンジ、紺で、これも紺ですね。かわいい。これも紺に椿かな、ついてているものと、白地にピンク。あー、どれもかわいいですね。私はこれにしたいと思います。では、これを買って到着を待ちたいと思います。楽しみです。はい、届きました。では、早速中を見ていきましょう。はい、このように帯も作られた形ですね。と浴衣が入っていました。はい、必要なのはこの帯、そして浴衣、そして2つ紐が必要になります。この紐はついていないので、セットではないので、皆さんに用意していただく必要があります。皆さんのご自宅の近くで買えますでしょうか。だいたい2メートルぐらいの長さで、こうフラットになってる方がいいです。もしくはこういうゴムでもいいと思います。こういうゴム、これ縦が2センチぐらいで長さが 1.5 センチある太いゴムなんですけど、これでもいいと思います。それではこれらを早速着付けていきたいと思います。はい、ではまずこの浴衣、こういう風に糸がついてるんですね。何箇所かね、ついてますね。ここかな。はい、こんな柄です。可愛らしいですね。綿 100% だそうです。はい、では浴衣の下にはまずは何を着るのっていうところからお話しします。もうすでに持っている人はそれを使ってください。持っていない人はまずはこのブラジャーはできるだけこうホールド力が高いもの、締め付けられているスポーツブラみたいなのを使ってください。キモラ浴衣はこう胸を強調するよりか抑えたいので、ホールド力が高いものを使います。そして上にはこのようなシャツを1枚 T シャツを着ています。体にピタッとフィットするものがあればそれを着てください。ポイントはこういうふうに
詰まっていなくてこうちょっと空いてるものがいいです。襟がこうくるので別に見えてもいいんですけど、見えていないものを持っていればそれを着てください。はい、そして下はこれその辺で売ってたものなんですけど、結構薄い生地のズボンを履いています。では浴衣を着ていきます。まずは後ろから羽織ります。ふわっと後ろにしてくるぶしのあたりで決めます。はい、決めたら次は右手左手の順で巻きます。そしておへそのところで紐またはゴムをします。私は今日はねゴムを使いますよ。このようにゴムを多分20ぐらい巻けるので2周巻いたら体の横の位置で結びます。結び方は何でもいいです。あなたが捨てるものを使ってください。でこういう風に余ったものは下から上、これも下から上へ入れておいてください。今これこのままだとこのゴムが見えてしまいますよね。それは良くないのでこの布を使って隠します。そのために着物や浴衣は自分の身長より長くできてます。ではどうやって隠すかというと、実はこの脇の下に穴が開いてるんですね。ここはですね縫われていません。こっちもです。ここ縫われていないんですね。右手をこっちの穴から前へ、左手をこっちのこの穴から前へ持ってきたら、余っている布をトン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 と落とします。後ろも一緒です。トン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 と。これで今紐が隠れましたね。それでもこのまだこの襟がぐちゃってなっています。次襟を合わせます。合わせ方はまずは左手をさっきのここのサイドホール穴から通して右の襟つかみます。今度は右手は通さずに上からつかみます。はい、そして引っ張ります。2、3と上中下と3回引っ張ります。はい、そうするとどうですか、だいぶ締まりましたね。いい感じです。そしたら次のゴムまたは紐です。また2つ目のゴムを胸の下の位置に当てて、この今作った襟を固定します。これも同じように下から上にと入れてください。はい、これで浴衣の部分は切れました。あとは帯です。はい、続いては帯ですね。帯はこのリボンの部分とこのベルトの部分の2つで構成されています。この紐がついてる方を自分の一旦前に持ってきて帯を巻きます。自分の体によいしょ。はい、巻いたらここで結びます。結んだらこれをこの帯の中に入れます。帯と浴衣の間ですね。体の前にこの線が来ちゃっているので帯だけを持って後ろ側に回します。ここに金具がありますね。これを自分の帯と着物の間に差し込みます。そしたらこの紐を前に持ってきて結びます。はい、できました。
はい、この浴衣は裸足で OK です。足袋を履く必要はありません。なのでもう本当にこれだけで出かけることができます。この浴衣には下駄はセットじゃありませんでした。なのでぜひ皆さんが持っているあのサンダルやスリッパでお出かけください。全然大丈夫です。私もよくします。あのどうぞ皆さんが持っているもので浴衣や着物を楽しんでみてください。 So thank you for watching this video today and see you in the next video. ありがとうございました。